釣りハードモードの皆様こんにちは。今回はですね、こちらの P ラインですね、ブレーデッドラインをですね、こちらのサルカンにですね、直結でね結びたいと思います。まずですね、P ラインを二重にしていただきます。まあこれはね適当な長さで構いません。 2,30 センチちょっていただければやりやすいと思います。そしてね、この先にできた輪、これをね、缶の中に通して、まあ、5センチぐらいね、通して、5センチから10センチ通していただいて、こちら根元を押さえます。そうするとね、この輪とですね、本線と先糸になりますね。で、この先糸をですね、輪と本線に5回巻いてですね、最後にこの輪の中に、この先糸を通して引っ張って終了になります。それではね、やってみましょう。外側からね、で1回、2回、3回、4回、5回ね、巻きつけていただいたらですね、6回目はね、もうこの輪の中にね、先糸を入れていただきます。こういった形になりますね。そしてね、軽く締めてですね、本線をね、メインにこう締めていくんですけど、たわんだ分はね、ずっと締めていきます。そしてたまにね、形をね、ひげを引っ張るとね、形が整えますんでね、形を整えながらね、このように締めます。で、ある程度締めたらですね、ここをですね、ちょっと湿らせていただいてですね、摩擦熱がね、起きるんで、ここをちょっと湿らせていただきます。そしてね、本線をね、ギュッと引きます。そして、P のね、こちらもギューッと引きます。ギュッと引きます。そしてね、ここのね、色がね、変わってきたらですね、まあ、4、5ミリ残してね、このヒゲはもう切ります。でもう切っていただいてですね、このままでね、もうよろしいんですけど、このね、ヒゲが気になる方はですね、ライターでね、ちょっとね、ちょっと炙っていただいてね、コブを作っていただきます。コブを作っていただければね、もう物理的にね、抜けることがね、なくなると思いますんでね、こちらで完成になります。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。